マネー、待って待って今日はやらしい話やで。いえ、もうダサー二人でこのポーズするのなんと今日はお金の話。イエーイ、夫婦のお金事情。家のその家計やりくりどうしてるんですかってよう聞かれるから、うん、今日はしょうがない答えろうかなと思って、うん、言うてめっちゃシンプル。もう二人で働いとるからこっちの給料は使わない、うん、こっちの給料は全部使うっていうスタイル。そういうこと、そういうことなのよ。性格に合ってるね、私たちのね。そう、そう、貯金めっちゃ好き、俺は全然使い切りたい、そのそうタイプでやってるから。ちょうど真ん中取ろうっつって、うん、で逆に言えば、うん、俺のお金だけで生活だから、うん、あの残業が多いかったりとかさ、うん、いろんな勤務の兼ね合いでさ、やっぱ月々給料ってやっぱ動く、変動しちゃうような、ちょっとは動くけ、うんうん、逆に今月めちゃめちゃ多いかっただったらめっちゃね、ちょっといいもん食べ行ったりとか、うんうん、な遊び行ったりとかできるけど、もう反対に少なかったらね、確かにぎゅうぎゅうの生活を、ふりかけお茶漬けふりかけがね塩ご飯はねあるのよ。オーズの実家が農家してくれた時、うん、野菜とかお米とかは支給されるんです生きてくるねこれでね、うん、まあ食事はそう他の一般的な家よりちょっと安い、安いかも。野菜はねほんまに助かったね。でもね、うん、多分収入とかもどういうのかな、振り分け、うん、その大体あるじゃん、給料なんぼで光熱費こんだけ、うんうん、家賃こんだけ、携帯代とか、うんうんうん、必要最低限は、うん、そういう必要最低限のお金、毎月飛んでいくお金っていうのは、うん、多分ほんまにごくごく一般的、うん、平均的やと思う。だって贅沢もめっちゃするわけでもないし、そうだね、かといってめっちゃ縛ってるわけでもないしね。そう、携帯代も1万円ずつみたいな、電気代も1万から2万ぐらい、うんうん、水道代も何千円とか、うん、ご飯もね私とバラバラだったりするから勤務でね、あ、確かに、おらんかったりおったり2人おったりとかするから、2人でおったらまあ週1ぐらいで外食べたり、そうだね、外食は、まあ、あんまり、まあ今はこんな感じやけ ね、まあ、コロナであれやけけど、まあでも多い時はね週2、3回とか行くし、うん、ない時はもうずっといかんで、ね、うん、もう冷蔵庫にいっぱい作り置き作ったってそれ勝手に食べるみたいな感じよな。そうだね、ね、確かに。お互いお小遣いっていうものもないんよね。そうね、そう、ご飯友達と食べ行くだったらそんだけ持っていくし、うん、持っていくし、逆に俺があれだったら持っていくし、うん、みたいな、なかったらいかんし、うん、っていうだけでね、うん、っていう感じかな。だけどあんまり決まった額でどうこうはしてないかな、うん、なんか無理してないけど、なんかお互いにめっちゃ贅沢もしてないみたいな感じよな。確かに、うん、そうだね、うん、ちょうどいい、楽って感じ。そうそうそう、お金を使う趣味がないっていうのもこうあれかもしれん。確かに。だってあやも引きこもりじゃけ基本、うん、ね、うん、食べ入れさえすればね。だって3連休あったら日光浴びんことあるやろ。でんねほんまに洗濯物取り込むぐらいよ、ほんまに。やろ、俺も結構いろいろするけど、なんかこれといって没頭するものないから。そうね、なんか会社の人に誘われたら釣り行ってみるとか。そう、誘われたらゴルフ行くけど、なんか道具とか何も持ってないよね。持ってない、うん、常に誰かに借りるかレンタルやけん身軽でね、身軽にね。そう、いろいろやってみるけど、まあ、誘われたらやるスタンスやもんな、うん、あと何かに没頭することがない。確かに、あれやん、うん、でも私唯一知っとるで、荒野行動はずっとやってない。でも荒野行動お金かかんないからまあ結構課金したけどな。あとお互いあれじゃん、服とか身につけるもの、うん、別にブランド物に興味がないっていうのもでかいかもしれない。あ、確かに、うん、確かに確かに、それ絶対でかいやろ。でかい。え、だって俺これこの間1600円で買ったで。あ、キラしかも俺全然これで普通に出るからね、うん、出る、うん、全然で出られる。バチバチ普通に飯とか食いくし、うん、私もネットで2000円とかで買うもんね。うん、
そうだね、そこら辺でマジお金使わんねん。使わんねん。そこ結構でかいやろ、多分。でかい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 。なんかこう一個のさ、このブランドじゃなきゃダメだみたいなのがあったらきつかったね、確かに。ああ、まあ確かにね。あ、でもさ、てかさ、なんか結婚前の話ね、うん、前の話に行くけどさ、あのやっぱ結婚するってもう決まっとる時点でさ、貯金するじゃん。まあ私はそのいつか結婚すると思ってもうずっと貯金を好きだしね、しとったわけよ、うんうん、ねえその顔いや、なんか面白くない話始まるなねえさこの人貯金ゼロだったけんね。ゼロじゃないで。何？お金借りとったっけ？確かに。はあ？って思ったね。結構お金借りとったっけ？借りとったっけ、うん、お金を借りつつ500円貯金しとって。確かに俺お金借りそこが取りやと思ったよ。確かに俺借りたお金貯金しようだもんね。うん、ね、なぜなぜなぜみたいな。いやでもね、うん、まあここ最近の話、まあ、結婚したぐらいがコロナだったじゃん、始まりだったじゃん、うんうんうん、でもねコロナってでかい、あの悪いことばっかじゃないわ。あ、そうなん。いや本当に俺もう飲み行けねんけさ。確かに。もう行こうと思っても店やってないじゃん。確かに確かに。もう必然的に家おるじゃん、うん、めっちゃ金貯まるよ。いや俺びっくりしたもんマジで。俺今までどんだけアルコールにお金消しよったんやろと思ってめっちゃ金貯まるやんと思って。確かにね。で、ほんま飲み行かんなったもんね。そう、もう唯一、あ、だけさっき趣味ないって言ったけど、うん、唯一それが趣味だったけ、うんうんうん、もうそこに全部集中しとったよね。確かにね、今、うん、出れん時数ヶ月続いた時びっくりしたもんね。なんか使わにゃいけんと焦ったもんね。溜まる溜まるって、溜まるよると思ってあれはびっくりしたね。怖いね、ほんまに。だけど、まあ、まあ悪いことしかないけどコロナは、うん、俺にとってちょっとなんかそういう面もあったね。よかったよ、溜まってよかったよ、うん、気づけてよかった本当に。まあ、自粛解除になってしっかりなくなったけど肝臓攻撃肝臓攻撃よしよし、ちょっと髪乾かしてくるわいや思ったら超濡れてんなって、うん、なんかあれらしいわ、最近俺さ髪の毛剥げるんじゃねえかっていうのちょっと心配しとってさ、うん、生乾きって一番いけんらしい。さっさ乾かしてき、うん、生乾きの動画撮るか。じゃあいらんよ、誰が需要がないわほいじゃほいじゃ。